ございます。おはようございます。お願いします。早いね。早いっすいやいやいや、ゴミの日からね僕のあの仕事です腹たく。いや今日は県議の一日ということで密着ですか。あんま面白くないかもしれんよ。いやいや、今日はあの質問だけんね。いやでも結構あれだよ、10回以上やったけど、うん、やっぱこうこの日はなんかね、やっぱドキドキするね、緊張するよ、ちょっと試合前みたいな。そう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 。ちなみに今日の質問内容はざっとどんな感じですか。はい、今日はですね、うん、まず一つ目はコロナです。島根県のコロナ対応。二つ目、うん、島根創生計画という、あの今、県で、うん、まあ一番最上位計画といって、それに沿って今、県政が動いてるんだけど、うんうんうん、なるほど。それが、5年間計画のうち、今、ちょうど真ん中に来て、ああ、なるほど。ちょっとその総括を。と、三つ目は、うん、デジタル。これ、まあ国が今もう国策でやってるので、島根県として遅れるわけにはいきません。島根県って、うん、もう日本最先端の少子高齢化みたいな感じじゃないですか。はいはい、うん、いやそこにデジタルって絶対めっちゃ必要だと思うんだけど、うん、やっぱそれを最先端で取り入れて逆にモデルみたいに。そうそうそう。今のところは、うん、例えば三郷町で、うん、佐川急便と組んで、あのドローンの実験をしてたり、はい、あと国交省の事業なんだけど、忘れちゃったんだけど、自動運転の事業をしてたり、うん、去年から国もデジタルをつけるところの自治体にはお金出しますって交付金を出したんだけど、うんうん、で手挙げたのが島根県の場合、2つしかなくて、2段全国ワーストなんですよ。なんでこんな少ないのっていう。うん一番頑張らんといけん。率先してやっていかないといけないけん。そうそう。だからそこのなんか、うん、姿勢みたいなことを、うん、今日聞きたいなと思って。いや、そこはちょっと前のめりで、ぐいぐい行ってほしいぐらいの。そうそうそう、うん、ここはね、僕、一番っていうか、まあ今回の質問の中で、一番力を入れて書いた。うん、今年も、出生率むちゃくちゃ低いでしょ？出生数が。うん。減り続けるよね。デジタル。しかないんじゃない、うん、だから人口が減って、うん、でも今のインフラとか生活レベルを維持しようと思ったら、うん、デジタルっていうのは必須ですよな、うんうん、なかなかね、うん、絶対大事なんだけど、うん、そのこの行政とかに伝わりにくい分野だなと思っとって、うん、結局その目の前に道路つけますとか、ああなんかこういう箱物作りますとかって分かりやすいよね、うんうん、でもそのデジタルってちょっとまだ現在進行形だし、なるほど、海のものとも山のものともみたいな感覚もあるがね、ああでも数年後には絶対にその時代が来るっていうか、だからそこを政治判断で、ガッと舵切ってやっていくみたいなことが多分必要なんだろうなと思って、ここはやっぱそのために予算つけるならちゃんと説明もいると思うけど、それとデジタルだけじゃなくて、あとはね、田んぼダム。田んぼダム？田んぼダム？田んぼダムって言うね、これ大津、地元の大津で始まったんだけど、田んぼって本来さ、大雨が降って毎年こう、出雲でも内水氾濫とか起きるじゃん。うんうん、で、要はもうあの、バーって水が降って、うん、この海水溝とか流れて川にバーって行くんだけど、うん、もう多すぎて一気に出て、あもう溢れちゃうんだよね、導水路から。で、それは本来田んぼって、うん、この水を溜める機能があって、うん、田んぼ今めっちゃ減って宅地化されていくから、ね、どん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 溜める力がなくなって、田んぼってその水を溜めたり、うん、乾かしたりするじゃん。で、その排水する溝があるんですけど、うん、そこに、こう、水がバーッと溜まってくると、パッとその排水溝を抜くんだけど、うんうんうん、そうすると一気にダーッと出ていくじゃん。で、用水とかに全部流れていくんだけど、ああそれはちょろ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 って出るような石板みたいなやつ、はいはい、これちょっと簡単に加工するだけなんだけど、それをピタッとつけると、ある程度溜めながら排水もできるっていう。まあ、全国的に始まってるんだけど、これまあ地元でも農家さんが今やっているので、うん、これぜひ県としても応援してくださいということをやろうと思ってます。あともう一個は、うんふるさと教育、はい、これ島根県のお家芸、僕らがちっちゃい時も、うん、例えば牧場に見学行ったり、ああいう感じなんだけど、昔からあったんだけど、うん、一応平成17年からその子供たちにふるさとの文化とか歴史とか、うん、産業とかをもっと教えて、うんうん、ふるさとへのその誇りとか愛着とか、うん、
こういうのを醸成していきましょう。結構、島根県は全国でも先駆けてやってて、うんうん、で、それにまあ、追随する形で全国に広がったという。これはね、いや僕すごいいいと思っとって、まあちょっとその辺をやろうと。じゃもう一個最後。自治体外交について聞きたいですね。あんま、聞き慣れんこと。聞き慣れんけど、うん、友好都市ってあって、で韓国の平城国道って中国の吉林省、寧夏、ロシアの沿岸の、うんうん、で、これ結構今、韓国も中国もちょっと冷え込んどるがね、うん、国として見たら、うんうん。でもこれはちょっと僕の持論だけど、うん、自治体同士はちょっとそこに巻き込まれずにやっていかみたいな思い、ちょっとそのあたりをね、ちょっとナイーブなとこなんだけど、うん、こうせっかくある友好都市が全然機能してないな。なんか島根県としても、なんかのアクションができないの？こういう、これに関してはいろんな考えの人がおられるし。うんうん、誰もがとっつきづらいところを、はい、まあ、やっぱりあえてちょっとね質問してみたり、そう聞いてみたりするけど、うん、もう我々世代の仕事じゃないですか。それはやっぱりまさにそう思います、うんうんうん、ここに来たら、うん、この直線に入ったらもうね、うん、僕の中ではもういよいよだなって、この直線、いやこの数時間後、僕代表質問初めて。みんなね、普段議員さんが一体どんな仕事をしているのかっていうのはね、そうだね、なかなか分かりづらいところなんで、そうそう、あーよし、ね、あ、ここ見て議場ですんで、行ってきます。じゃあ、頑張ってきます。皆さん、チャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。